こんにちは、石垣です。チャンスバーです。今日はゲッターキックアウトオブスリーパーという話を、します。どういう話かというと、基本的にはCパンからいろんな刺激を受けて皆さんモジュール書きましょうとか、そういうような話になる予定ですが、予定は未定ということで、なんかずれたらちょっと笑ってやってくださいと。それで、海外の方ほとんどいらっしゃらないので読んでないかなと思いますが、8月10日にデイブ・クロスさんというロンドン PM の受注の方が、ブログのポストをちょっと書かれたんですけど、読んだっていう方いらっしゃいます？なんかウィキかフィードか何かで、内容こんな感じで、パールの業界って中の人はパール良くなってるよとか、それからコミュニティ活発だよとか、仕事もちゃんとあるよとか言ってるんだけれど、外の人に全然伝わってないから十分じゃないよねっていうような話をされてたんですね。で、26日、もう一昨日になるのかな。で、やっぱり同じような感じで、薬師の中にこもってちゃダメよとか、外へマーケティングしなきゃいけないよっていうような話が出てたんですが、これを読まれた方はそれなりいます？多少かな。まあ、そんな感じで、自分たちの中に閉じこもってないで外に出たらいいんじゃないのっていう声があって、で実際にはパールの世界でもちゃんとマーケティングやってる方っていうのはいるんですけれど、点々でっていう形で、まあ、いつも通りの話かなっていう反応される方が多いんじゃないかなと思います。ただこの話を聞いた時にちょっと自分で気になったことがあったんですね。何かっていうと、まずすごく基本的なことの確認なんですが、出版って我々にとってはすごく大事なものですよね。同じことを繰り返さないモジュールをちゃんと再利用するっていう意味でも重要ですし、なんて言うんだろうな、パールって本当に方言差があるというか、それぞれ育った時代によって書き方が変わったりっていうのがあるんですが、出版モジュール使ってるとそれなりに揃う。例えば、テストのディレクトリーが P にあるっていうことが一つ揃ってるだけでも、グループコマンドを叩いた時に困らないとか、ライブラリがちゃんとリブの下にあってくれる、それだけでも随分と印象が変わったり、印象が変わるというか、私はフリーランスで時々他の会社さんのお仕事とかすることがあるんですが、その時にここはシパンの流儀に従ってるやりやすいっていう会社さんと、ここはちょっと違うから注意しなきゃなっていう会社さんがあったりして、そういうところのコンテキストの切り替えにすごく影響があるなっていう、そういう意味でもシパンっていうのは大事だなと思ってます。で、シパン自体を健全に保っておくっていうこともすごく大事なことで、パールの 5.21 でCGI.pm がコアから消えたとか、モジュールビルドが消えたという話ご存知の方は、それなりにいますね。消えたんですね。で、広報互換性を大事にするパールにしてはって思われる方いるかもしれませんが、これ C パンにあるから消せたっていう、C パンからちゃんとそのままインストールできるから消せたっていう事情があって、逆にそれC パンがC パンからちゃんと入るという保証がないと、広報互換性がダメにあるなっていう判断になったかもしれないと。そういうような点で、C パンを健全に保っておくというのは大事なことなんですが、まあ、今のところこれはうまくいっていて、C パンテスターズのテストのリポートの結果を見ても大体 90% ぐらいは通ってますし、C パンツっていう私やってるクオリティのメトリックスなんかでも、やっぱり 90% ぐらいは通って、通るようにしていますというか通っています。で、それでこういうシーパンの状況がそんな悪くないように見える中で何を気にしているかっていうと、ちょっと日本のシーパンオファーの数を見てほしいなと思うんですが、アクメシーパンオファーズっていうモジュールがあって、私管理してるシーパン LT なんかで最後にやるときの、道具として使っているものなんですが、今今年536人リストの中に登録されました。日本のシーパンを、ポーズの ID を持っている人はこれだけいます。で、これって実はすごいこと、すごいというか、すごいことで、悪名シーパンオーサーズ EU っていうヨーロッパのいくつかのリストを合計した人数よりもついに増えちゃったんですね。ヨーロッパ全体というのにはまだ勝ってないんですけれど、それぐらいの人数が今日本のシーパンオーサーズ、シーパンオーサーズというかポーズの ID を持っている人として存在しています。ただ、
その中で実際モジュールアップしたことがあるっていう方は352人、だいたい3割ぐらいの方が落ちるような、まだ何もポーズの ID だけ取って何もリリースできないような状態になってるんですね。ただ、ポーズの ID 持ってる方、半分ぐらい、ポーズの ID 持ってる方はご存知だと思いますけれど、ポーズの ID って取るときに何をリリースしますかとか何したいですかということを聞かれるんですね。で、聞かれるにもかかわらず3割ぐらいの方が落ちてるというのは、これ何かあるのか、何かあるのかなっていうのをちょっと気になってるところで、さらに最初のモジュールをリリースした後、もう一個次のモジュールをリリースしたっていう人になると241人まで減る、100人ぐらい減ってるのかなぐらいですよね。100人ぐらい減るような格好になる。だから最初のモジュールをリリースした後、次に行くところにもやっぱりまだ階段が、すごく高い階段が存在していると。で、これが半分ぐらい、5つモジュールをリリースするってなるとさらに半分ぐらいに減ります。117人で、Cパンの、クオリティのテスト、テストじゃない、ランキングで扱ってるのはこの辺りの人なんですけれど、まあ、大体全体の5分の1ぐらいの方で今 LT の扱いをしています。で、こういう人たちなんですが、今年何かをリリースした人っていうのがやっぱり108人ぐらいで全体の5分の1で、何かさらに新しいものをリリースしたっていう人になると59人だから 10% ちょっとで、今 YAPC って何人来てるか分かんないですけれど、去年と同じぐらいの計算だとしたら1000人とかいるわけですよね。20分の1ですか、5分の1、20分の1 5% ぐらい。これって、いや、多いのかな、多いというか検討してるのかな、少ないのかなっていうのはちょっと分かんないですけれど、で、2年ぐらい前も同じような話したんですけれど、スポンサーさんの数考えて、で、1社の数考えてというと、ああ、出版を去って、そんなにもう残ってないなとか、そういうなことをちょっと気にしちゃうと。で、そういうふうに残ってない中で、あ、これは世界の状況です。大体同じような感じですけれど、まあ、日本の方がちょっとぶどまり率がいい感じですね。で、そう、この最初にシーパンに物をリリースするっていうところまでの階段と、入り口のところで突っかかってるっていうのと、おそらく最初にリリースした後2番目のモジュールリリースするまでのフィードバックがなくて、多分そこでつまずいちゃってるかなっていうような人と、そういうような問題があるのかなっていうふうに思っていて、で、そういう取りこぼしを起こす状態なわけですよね。そういう中で外部の人を教えに行って呼び込んでっていうふうにして、本当に取りこぼさないで大丈夫なのか、取りこぼさないで済むのかなっていうのが懸念事項です、個人的に。で、Cパンのメトリックスの中に、このモジュール、このディストリビューション誰に使われてますよ、誰かに使われてますよっていうのを判断するものがあって、それで判断すると大体3割ぐらい、3分の1ぐらいが誰かに使われている、誰かどの何かのモジュールに使われ、何かのディストリビューションに使われていると、そういうことを考えると、まあ、3つ、3分の1の確率で当たるかどうか分かんないので、もうちょっとあった方がいいのかもしれませんけれど、それぐらいあると少なくとも誰かには使われる、誰かに使われるということは、バグがあったら多分フィードバックもらえるし、っていう可能性がある。フィードバックもらえるということは、そこからそのフィードバックをもとに、自分の意欲として、じゃあ次モジュール直してリリースしなきゃとかっていう意欲につながって、それがちゃんと循環するような形になるのかなっていう、まあ、当たってるかどうか分かんないですけれど、そういうようなことを思っています。で、そういうこの循環、なんだろう、循環させるものって、ゲーミフィケーションというものが役に立つのかな、かなというくらいで思ってるんですが、ゲーミフィケーションという言葉ご存知の方はどのぐらいいらっしゃいます？あ、やっぱり多いですね。2010年ぐらいからバズった言葉なんで、多分知ってる方も多いと思いますが、分かんない方は何だろう、典型的なゲーミフィケーションとしては、そもそも何かやりたいことがありますと、誰か何かやりたいことがあって、ただそれをそのままやると退屈だから、ちょっと
なんか何かゲームっぽいような要素を加えてやりやすくする、そういうことで 最終的な目的を達成するっていうようなのが典型的なゲーミフィケーションで、楽しむためのゲームとはちょっと違いますというのが多分大まかな定義になってると思います。だから、簡単な例を出す と、例えば子供の頃ラジオ体操とかなんとかっていうんでシールをもらいましたと、シールを目的にあのシールをあげるからいらっしゃいって言ってもらってっていう、それで循環させて、あ、最後に全部揃いましたねとかって言って最後に何か出してっていうのが、ゲーミフィケーションのすごく原始的な形です。でこういうゲーミフィケーションって、今話したように、何かをしてもらうときに何もあの報酬とかがなしだとちんたらちんたらになるものがもしかすると早くなるかもしれないっていう、そういう役割を期待したいときに使えるっていうのが一つと、それからもちろん報酬があるという意味であの普通よりも人がたくさん呼べるかもしれないっていうときに使えるっていうのと、それから人に何かをさせ続けるっていうときにも役に立つかもしれない、この場合だと、消費毎回ハンコを押してもらいたいがために毎日通うっていう、そういう行動を継続するのに役に立つかもしれないというようなものとして考えられています。でもう一つゲーム、もう二つゲーミフィケーションの特徴として、ゴール、ゲーミフィケーションってさっきゴールに向かって何か目標があってそれを達成するためにっていう話をしたんですが、そのゴールが大きすぎるものって多分挫折しますよね。いきなり高い目標をパーンと上げられてこれ達成やってくださいって言われてもそのままじゃ、できないというか、モチベーションが落ちてしまうと。そういう時にもちろん普通 のロールプレイングゲームでも何でもそうですけれど、一番最初のゲーミフィケーションの達成するものってすごく単純なものから始めますね。レベル1に上がるのには経験値が10とか20とかそんなもので上がってって順繰りにっていう設計をする、デザインをすると思うんですが、そういうことをちゃんと判断して適切なマイルストーンを置いていくという、そういうような考え方を考えるときにもゲーミフィケーションの考え方っていうのは役に立って、あと今言ったような逆に、ここをこれだけ達成してくれてるから、大丈夫とか、ここの達成率が悪いからもうちょっとなんとかしなきゃいけないとか、そういう判断するときにもゲーミフィケーションというのが、役に立ちますと。で、PBL っていうゲーミフィケーションに典型的なツールが存在してるんですが、これは何だろう、良いところ、良い点も悪い点もあって、ゲーミフィケーションポイント、何かポイントあり、何だろう、買い物のポイントでも何でもいいんですけれど、ポイントつけますよっていうふうにして人を集める、それはすごく、買う人を引きつけるという意味では役に立つんですが、それがなんか目的がずれてしまうと、ポイントを集めるが最終的な目標は別にしてポイントを集めるところだけに集中して目標が達成できなくなってあさっての方向へ行ってしまう、そういう危険性があったり、あとリーダーボードっていう、いわゆるランキングです、あのトップの人だけが集めるようなランキングをゲーミフィケーションではよく用意するんですが、そういうものを用意しちゃうとみんなが平等にスタートするときはいいんですね。みんなが平等にするスタートするときは大体、あ、競争だ、誰一番だ、一番になる人誰だって言って競争になるんですが、歴史が長いものとかだと最初にわーって言って上の方に行っちゃった人はもう下の人が追いつけないからもうそのゲームに参加したくないっていうようなネガティブなイメージを持たせることがある。で、そういう場合に何だろう、柔道とかの階級とかそういうような感じで階級を絞ってあげるとか、そういうふうにすると多少は緩和されるんですが、それでもリーダーボードとかランキングにはそういうような弱点があったりもしますと。それからバッジっていうものも、ゲーミフィケーションでよく使われるもので、これは、バッジって言って、あ、さっき皆さんゲーミフィケーションのことはご存知だって言ってたから多分分かると思うんですけれど、
だろう、アドベンチャーゲームとかで立ち絵が存在していて立ち絵を回収するとかっていう立ち絵なんかが、まあ、バッジに相当するものなんですが、いくつバッジがあるんだろうっていうのが分かっちゃって全部集めきったからあとはゲームしないとか、あるいはいつまでたってもこれ集まらないから諦めるとか、そういうような判断をするときに使われることがあるんで、バッジが取れるタイミングとか考えなきゃいけないし、バッジが何個あるのか考えなきゃいけないしとか、どれぐらいのペースで考えなきゃいけないしとかっていうのをおろそかにすると、せっかくゲーミフィケーションやったはずなのに全然効果がないとかっていうことが起こり得ます。まあ、すごく基本的な説明ですけど、ゲーミフィケーションって注意深く設計しなきゃいけないですよねっていう、でそれをしない と、いい面もあるんだけど悪い面もあると。でこれ実はこの話すごく困って、8月16日にシーパンデイっていうのがあったんですけれど、皆さん見てらした方っていらっしゃいますか？シーパンデイって知ってる？じゃあ多分あんまり影響なかったのかな。何が起こったかっていうと、キューエハッカソンっていうものに私行っていて、今年も行ったんですが、そこでちょっとシーパンをもっとゲーミフィケーションの考え方を使ってもっと人を引きつけようとか、もうちょっといいものにしようとかっていう努力をしようという話になったまでは良かったんですが、でそれをするためにじゃあ8月16日っていう、それは、シーパン19年前のシーパンに一番最初にモジュールが登録された日っていうことになってるんですが、その日に向かってみんなでちょっと物を一緒にリリースしようよとかっていう話があったんですね。まあ、モジュールをリリースする他にも、お世話になった方に手紙を送ってみ、メール送ってみようよとか何とかしてみようよっていうのが1週間10日ぐらいずっと、ブログスパーロールグっていうところのブログ記事に上がってるんで、興味ある方はちょっと後で確認してみていただきたいんですが、そういうようなことがありまして、でと、その日107人のシーパンオーサーの方が、一斉にモジュールをリリースして、それはすごくいいことだと思うんですね。すごくいいことだったんですが、その中にインギーさん、インギー .net さんっていう方がいらっしゃいまして、お一方で300回ちょっと、モジュールをリリースしたっていう実験と言っていいのか、素晴らしい功績と言っていいのか分かんないんですが、ことがありましたと。でインギーさん自体にやってることはすごく正しくって、リリースオフンの冴えたものでツールを使って流していったんですが、300回だからだいたい5分に1遍Cパンニューとか登録されてる方にはポン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 、インギー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 というものが上がってきたんですね。でしかもその時の内容が、コミット一つでリリースとかっていうことを、まあもちろんよくありますよね、連続でなければ。ただそういうのが連続されちゃったためにちょっとやりすぎじゃないかというような意見が上がったと。で私自身も、単独インギさんはすごくご本人のゲームとしては成功したことだと思うんですが、 QA チームの人がそれをやったやったと、インギーさんがこんなに送ってくれたって言っていいのかなっていうところで、ちょっとゲーミフィケーション自体、我々のゲーミフィケーションの扱い自体に迷うことがあって、今回すごく話の内容が、ぐちゃぐちゃになってて、ちょっと申し訳ないなと思うんですが、こんな感じでゲーミフィケーションで設計にちょっと気をつけなきゃいけないというところがあるというのを、あるということをちょっと書いておきましたと。でここから実はスライドが間に合わなくて、あとはこれのスライドを見ながらずっと話をするんですが、今回、皆さんにも、シーパンにモジュールをアップされた方がまだ109人だったとか59人だったとかということで、なんか増やせる方法がないかなというのをちょっとできれば皆さんと考えたいんですが、考えましょうという話をしてないから意見出てこないと思うので、3つアイデアをちょっと用意してみましたと。で、まず
フィードバックがないっていうことがさっき問題じゃないかという話をしたんですが、フィードバックを得るために何があるか、どんな手があるかなっていうんで、RT とか GitHub とか何でもいいんですけれど、そういうところのチケットを見つけて、パッチを送ってみるということをみんなでやってみたら、まず最初の一番最初の段階として、まずそういうところから始めてみたらどうかなっていうことをちょっと提案してみたいなと思います。でこれなんでこういうことをするかっていうと、もちろん、パッチを送って直すということ自体は C パンを良くするっていう意味で、あの QA チームの行為としては正しいというか、あのしてほしいなということなんですが、こういうことをすると、世の中にどんなモジュールがあるかとかっていうのが分かるかなと思うんですね。でパッチを送るっていうことは、大体あのパッチもらった人は喜んでフィードバックをくれるっていうこともあるんで、そういう点でも、これなんですけどね、そういう点でもフィードバックをもらうあの習慣をつけるっていう点でパッチを送るとかっていうのは一ついい点なのかなと。で RT にこれユーザーの統計情報が取れるっていう、あので RT があのユーザーの統計情報を提供してるんですね、30日間で、30日間のうちで皆さん、ここにいる皆さんでも他 の, あのどなたかに声かけて、こういうことやってるからちょっと参加してみないっていうふうに言ってくださってもすごくありがたいんですけれど、30日後ぐらいにちょっとあの日本人の方でどれぐらい RT にこういうことで、チケット登録したとかっていうのを見てみようかなと思うんで、もしよかったら、ちょっと参加してみてもらえるといいかなと思いますと。で同じようなことで、モジュールを自分モジュールリリースしてみたいんだけれどアイデアがないっていう相談を昨日ちょっとハブで受けたんですが、これも、多分ただ自分が何かポーンと思ったものをリリースしてもフィードバックっていうのは来ないと思うんですが、誰かが書いたものを、誰かが書いてメンテナンスしてないものをあのパッチを送るなりなんなりして、ちょっとメンテナンスさせてもらえませんかとか、メンテナンスしないんだったらお手伝いしますとかっていうような格好で言ってみると、これも一つのアイデアとしてあり、あのなんだろう、全部自分で書くとフィードバック来ないけれど、もともとあったものにやるんだ、あのもの、もともとあったものをフォローするんだと、そこについてたユーザーさんとかのフィードバックも来るかもしれないし、そもそも作者さんとのやり取りが発生するから、次のモチベーションにつながりやすいのかなっていうことをちょっと考えてみましたと。で、もう一つ、大きくてなんか活発なコミュニティを探すっていうのが、モジュールをリリースする時のアイデアとしてあるのかなっていうふうに思っていて、すごく、これもさっきと同じような話になるんですけれど、自分の考えてる自分の得意な分野がみんなのやりたいことと共通してるといいんですけれど、すごく特殊な分野だとなかなかフィードバックってきづらいですよね。あのなんかシーパーに上がってるなっていうのは見るんだけれど、自分でさあ使ってみようかってなかなか思えないかなと。だから最初のうちは自分のそういう自分のものをアップするのはもちろん大事なことなんだけれど、フィードバックもらうっていうそれだけのためにでもちょっと大きなところのコミュニティのなんか、メーリングリストでも IRC でも何でも構わないんですけど、あるいはシーパンのログとか、シーパンニューとか見て、あ今こういうもの上がってるんだというのを見て、それでじゃあそれを見て何か自分にできることないかなとかっていうのを探してみると、これもモジュールを書くときのネタとして役に立つのかなっていうふうに思います。こんな感じ で大きなところだとあの人も多いから当然フィードバックも来やすいですし、こういうところで、そうですね、フィードバックが来やすいということがあります。で、パールハッカーズカフェっていう、あハブっていうのカフェじゃないよパールハッカーズハブっていうものを、4月号、今年の、2014年の4月に書かせていただいて、今技評さんでも技評 JP の方でも公開されてるんで、パールの困った時の調べ方の3番のところに、コミュニティの扱いとか出てるんですけれど、そこをちょっと見ていただけるともしかすると役に立つことがあるかもしれませんと。あと、
せっかく薬師に来て、多分皆さん何かしらしたいことがある、あ、したいというか、薬師に来て何か、なんだろう、影響を受けた、モチベーションが上がったとかっていう時に、何かしたいけれどさらにネタが欲しいっていうふうに考えてる方がいるといいなと思ってるんですけれど、そう、さっきから聞くのを忘れてたんですが、そもそも薬師に来て、何かしてみたいっていう、自分で何かしてみたいっていうのを思ったりされます？薬師の話聞いて、こうやって話を聞いて、うん、それはそれですごくいいことなんですけれど、そこから先何かしてみたいなとかって思われるような、何かしてみたいけれどとかってあります？まあそうですね、せっかく薬師に来てっていうふうに思って何かしてみたいなとかっていうのあったら、ホールウェイトラックっていう、要するにそこら辺で人を捕まえていろんなものを聞いてみるとアイデアがもらえるかもしれないっていうような話なんですが、さらに、シーパン、まあ、そこの目の前の東さんとかがそうだと思うんですけれど、シーパンモジュールたくさん持っていて、もう今言ったような内容は全部できてると。でそれでもなんかネタが欲しいという方は、今クエストハブっていうのが、クエストハブ IO っていうところがありまして、そこにいろいろと、シーパンのなんか QA ハッカソンとかに来てるような方が細々としたネタをアップしてくれてます。で、あ、URL 貼ってないです、questhub.io です。でそこを、もともとはパールの何かをパールのみんなで何かをしようというものを集める、何かクエストを設定してみんなで共有して何か一緒にしようっていうものをするために作られたものなんですが、ちょっとパールのところから卒業して、今スタートアップしていろんなものを集めてるようなサイトがありまして、そこ、多分見ていただけると分かると思うんですけど、毎日なんかリリースしようとか、100個何か直そうとか、5個どっかにメールをバグフィックスしようとか、すごく面白い、あるいはちょっと自分には真似できないようなアイデアがたくさん上がってます。でそこの中のステンシルっていう機能があって、それを使うとちょっと もう少し皆さんによく読んでほしいっていうようなものがまとまってるんで、それを見るといいのかなと思います。でさっきもお話しましたが、RT とかなんとか、RT のさっきの、統計情報とか、あるいは皆さんがこういう話を、ちょっと今回まとまりが悪くて申し訳ないなと思うんですけれど、こういう話をして、じゃあシーパンモジュール上げてみようと思ったとか、あるいは実際上げてみたとか、そういうようなことをこの1ヶ月ぐらいでもし何か変化あるようだったら、まあ、変化あることを期待して、どっか地方 PM で最終的には結果発表したいなと思っています。なので、なんだ、ヤプシの LT で名前呼ばれないけれど、こういうところで何かやると呼ばれるかもしれないということを期待してやっていただくと、まあいいのかなという感じでございます。すごくどちらかちょっと話になっちゃって申し訳ないんですが、何か、そうですね、ゲーミフィケーションのこととか、QA ハカソンのこととかで聞きたいとか、何か貢献したいんだけれど、こういうところ情報が出てこないとやりづらいとか、そういうのがあったら教えていただけるとありがたいです。特にいいですか？あ、どうぞ。ちょっとエンジニアが叱らぬ発言なんですけども、シーパンモンスターの、アカウントだけ登録してシーパンモジュール上げてないので、だいぶその対象に近いのかなと思いました。タイミングとしてシーパンモジュール登録した直前ぐらいに、コーテコスというものがあって、はい、そちらの方が非常に上げやすかったっていう。でシーパンの場合だと、例えば、バックアップがなきゃいけないとか、
英語で書かなきゃいけないとか、テストは必ずつけなきゃいけないとかっていう、結構 やらなきゃいけないことが多いので、それはある程度障害になってしまっているんじゃないかなと。例えば、もちろんそれをやると、OK にしちゃうとゴミがすごい増えてしまうので、なかなか資源が高いと思うんですけれども、例えば、まあ、テスト的なゴミ箱みたいな、その何でも分けるような人が作ってみたりとか、その中でいいものを評価するっていう、こう、なんか二段階評価みたいな仕組みをつけて、もっとありやすいものを作ってあげるとか、なんだっけな、コードリコスとか、あと、GitHub とかで、いくつかライブラリあげて、結局、自分のライブラリ使ったのって、10個ぐらいあげて1個ぐらいしかなかったんですけど、それでもゴミでも評価をくるので、そうすると、あげるモチベーションになるかなと思います。はい、ちょっと私も意見がちょっとまとまってないんですけども、なんかやりやすい環境が、もっと資金の低い環境があれば人は集まるんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。ございます。隣にフォワードビギナーズの東さんがいて、ちょっと何ですか？あるんですけども、ちょっと今ご提案なんですけども。はい、例えば GitHub とかで C パンの履修は直してほしいとか、バッチリクエストをもらっている履修とかをまとめて、はい、それを難易度をつけて、まあ、EC とかノーマル、ファイヤーとか、まあ、レベルをつけて、それを公開するウェブサービスを展開して、まあ、パーズビギナーズとかで、これを誰か直してほしいとか、コミュニティ取り扱わないかとかいう、そういう課題掛けをすれば、面白いんじゃないかっていう、ちょっとご提案をしてみました。なるほど、それはいいご提案だと思います。だから、それ判断されるのはどなた？まあ、そこの辺がやっぱ難しいところだと思うんですね。ある程度見識がある方とか、あるいは、まあ、ある程度英語が分かる方、あるいは共通が取れる方とか、コミュニケーション取れる方がやっぱり率先しなければならない部分があるんですけども、そこでハグをさせる人がやっぱり少ない部分が今現状でもあるのかなという部分でもあると思います。RT で言えば、ウィッシュリストとか、なんだろう、難易度をつけるところがありますよね。GitHub の場合だと、タグですか、それだと。そうですね、タグになりますね。どうまとめればいいかはちょっと分からないですけど、あとでアイデア聞かせてもらってもらってますので、ありがとうございます。あとは、何かありますか？はい、なければ、C 版に上がるモジュールがだいぶ減ってるっていうのは確かに問題って話があると思うんですけど、割とソフトウェアの開発者がまあ増えたりして、いろんなものはもう豊富になってて、飽和してるのかなっていう印象もあるんですけど、その辺、どういう印象をお持ちですか？飽和してるものは飽和して、飽和してしまう部分っていうのはあると思うんですけれど、じゃあ逆に、なんだろう、今までやってるパルってすごくいろんな分野に手を出して、グル言語だって言っていろんな分野に手を出してたと思うんですけれど、そういうあちこちに手伸ばしてる方とかは特に増えてないような気はしますし、そうですね。あと今モジュールをすごく古いものから新しいものに置き換えるとかっていうような作業をされてる方がいるんですけれど、そういうところの作業も別に全部まだ終わってるわけではないのかなと思うので、飽和してるといえば飽和してるけれど、でもそうですね、トップの人たち200とか300とかモジュールを書いてる中で、飽和かな、という疑問はちょっと感じています。ただここは、今回時間の間に合わなくて、どういうモジュール空間が名前空間使われてて、どういうところがよく動いてるかっていうのをちょっと私自身今把握できてないので、これはちょっと調べて何かの時にフィードバックしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他に何かありますでしょうか？はい、僕とかもよくやるんですけど、なんかモジュール作っても GitHub 止まりとか GitHub 動いて C 管理の上げにとかって結構みんなやってると思うんですけど、なんかそういうのって
って逆に積極的に上げちゃった方がいいのか、でもそうするとなんかゴミが出るみたいなところもあるじゃないですか。で去年だと今年なんかフレーパンでしたっけ、はい、こんなモジュール導入みたいなのを強化するみたいなサイト作ってましたけど、実際でもまあそこそこ記事は出ますけど、アップされている量と比べたら全然少ないし、そんなに多分認知されていないのかな。記事が少ないというのはコメントをつく方が少ないという感じですか。それとも方ですよね、多分あの上がっている数も少ないし、それに対してのフィードバックもあまり多くないのかなというところもあって、うん、なんかそれも答え全然 ないんですけど、それはってどうなんですか。そのいっぱい上がる方がいいのか、それともある程度やっぱり慎重な出来になるかというところがちょっと悩みどころかなと思いました。これはもう私自身の個人的な意見でしかないですけれど、なんだろう、全く上げる理由がないのにただインターフェースだけ変えて上げるとかっていうのはさすがにご遠慮いただいた方がいいんだろうなとは思います。ただ別にそれ以外のものであればご自分の判断でということでいいんじゃないかなと思います。もちろん上げないんだったら上げないで全然構わないと思いますし、ただインストールの時に困らないかとか、他の方シパンってコンプリヘンシブっていうぐらいで、とにかくシーパンに行けばあるっていうものが大前提なんです。シーパンにないものってインストールするのに、まあ、今シーパン M で入り、Git から入りますけれど、やっぱり探さなきゃいけないという一手間がかかりますよね。そういうところをどう評価されるかっていうことだと思います。とあとプレパーに関してなんですが、パールのコアの人たちドキュメントには、どのドキュメントかちょっと今どう忘れしたんですけれど、初心者向けのモジュールを書く人向けのドキュメントの中に、プレパンのことは書かれているはずです。だから、それがあまり知られていないというのであれば、これはもう、まあ、我々 QA の人間含む周知不足ということで、それは努力しなきゃいけないことかなと思います。あと何かありますか。別に関係なくても。パールデビナスの東です。ですね、ちょっと思った今いろんな方々がこう質問とかご意見とかも出られて、であとジャズバーさんのお話も聞いて思ったことちょっと。んですけども、とりあえずやっぱり GitHub にたくさんモジュールを上げられてるじゃないですか、いろんな方々が。でそれが実際にシーパンに上がるかどうかっていうのはちょっと今その方次第っていうところが多分あると思うんですけれども、もうちょっと積極性をこう持たせるような感じにして、なんかある程度こう、まあ、ちょっといいのかなって感じなんですけども、ある程度の例えば石垣さんとかがこういうこのなんか上がってるし、GitHub に上がっているモジュールに対してこれ C パンに上げてもいいんじゃないっていうような、そういう意思表示ができるようなのは探せると。そうそう、本当に石垣さんに限らないんですけども、もちろん石垣さんに限らないんですけども、なんかある程度そういったまあ、権力っていうのもいいなんですけども、力のある方っていうか、そういう知見のある方がこれは上げてもいいんじゃないのっていうなんかのがあると、多分その実際に GitHub に上げてる方なんかは自信を持って上げやすくなるんじゃないかなっていうのはあって、多分そういうのが仕組みでしょっかにあるとすごいいいんじゃないかなと僕は思ったんですけれども、難しい話だとは思うんですけどね。これ2つポイントがあって、はい、まず1点目として、アクメシーパンオーサスの GitHub 版が欲しいですよねGitHub っていうのはもちろん存在してるんだけれど、シーパンの ID と GitHub の ID を紐付けるのが欲しいなっていうのと、プラスもう1点として、メタシーパンに皆さん、特にシーパンの ID、ポーズの ID 持ってる方って、ご自分の GitHub のリポジトリを登録できるという、プロフィールのところで設定できるのがあるんですが、してる方っていいますというくらいなので、まずオープンしてやってください。ちなみに、もう一つ言いたいのは、まだポーズアカウントを持ってない方でも、やっぱりそういうモジュールを作ってあげてる方って同じようにいらっしゃると思うんですよ。でそういう方たちに今のやり方だとちょっとリーチできないと思うんで、そこをなんかうまいことアイデアがあるといいなって僕は思ったんですよ。それは後で話しましょう。ありがとうございます。はい、そろそろ時間ということで、はい、いろいろご意見いただいてすごく参考になりました。ありがとうございます。